こんにちは、こんばんは、ちまです。最近運動をしていなかったらすっかり体が硬くなってしまいました。以前はできた動きができなくなっていてショックを受けました。これからはこまめに運動しようと思います。今日話するのは三浦しをんさんのエレジーは流れないです。穂積玲は県立持有高校に通う高校2年生です。玲には2人の母親がいます。1人は土産物屋を営み一緒に暮らしている年江で、もう1人は東京で実業家として活躍している三岡いとこです。玲は月のうち1週間東京から持有に来るいとこの豪邸で過ごしています。複雑な家庭環境や将来の進路に悩みながらも気の置けない同級生たちと日々過ごしていました。そうした中、墓中博物館から縄文土器が盗まれたり、突然自分にそっくりな父親が現れたりして物語は進みます。高校生の青春が描かれた温かな余韻の残る物語です。三浦しをんさんのエレジーは流れないを読みました。墓中高校2年生の穂積玲は土産物屋を営む30代半ばの母年江と海辺の温泉町で暮らしています。玲には2人の母親がいます。年江と、もう1人は東京で実業家として活躍している50代の三岡いとこです。いとこは月のうち1週間墓中の桜台を訪れ、いとこの豪邸で玲と過ごしています。玲は幼い時は家の前まで年江に連れられ、少し大きくなると一人で桜台に行っています。いとこの豪邸には30代の羊的な男性武藤真一がいて、豪邸の管理を任されています。玲はいとこと真一の関係がよくわからないながらも、一緒に家の手入れをしたり食事の支度を手伝ったりして、滞在中は楽しく付き合っています。玲は自分にはなぜ母親が2人いるのか、父親は誰なのかを疑問に思いながらも、2人の母に聞きづらいこともあって流れに任せて過ごしています。細かいことをあまり気にしない年江に似たのか、自分の出生についてあまり深刻には考えていないようです。読んでいる私の方が気になり、事情を知りたいと思いながら読み進めました。玲は2人の母親や気の置けない幼馴染たち、そしてプライバシーがないような近所付き合いの中で、将来の確固たる目標もないままのんびりと日々を過ごしていました。けれども、大学進学や就職の選択を考える時期になると、自分を産んだ母親のことや学費のことで悩むようになります。そうした中、博物館から縄文土器が盗まれ、旧友たちと自分たちで犯人を捕まえようとしたり、突然霊の父親と思われる男性が現れたりして、少しミステリー要素も加わって物語は進みます。霊は自分にそっくりな男性が現れたことをきっかけに、いとこに真相を聞く決心をします。いとこは霊に全てを話します。霊はいとこの一回り年下の元夫の十五と、年江が二十歳の時に生まれた子供でした。いとこは年江の家に怒鳴り込む気持ちで会いに行ったものの、妻がいると知らず十五と付き合っていた年江のことをいい子だなと思ったといいます。そして一人でお腹の子供を産んで育てるという年江に対して、自分も一緒に育てると言い、十五と離婚して、いとこは仕事をセーブして幼い霊の子育てを手伝いました。いとこの手助けがあったからこそ、霊は幸せに育つことができ、父親のいない霊にとっていとこは父親の役割も果たしているのだと思いました。
訳ありの関係でありながら、その後のいとこと年上の程よい距離感を保った付き合い方が心地よく感じ、二人の相性の良さを感じました。昔からの地元住民や例の幼馴染はそうした事情を知っていて、さりげない優しさで例や年上を守ろうとします。地元の人の迷惑なんて掛け合えばいいってことだよという言葉を思い出し、昔ながらのちょっと煩わしい付き合いもいいもんだなと思いました。そして普段はバカなことを言い合っている幼馴染たちのさりげない優しさも青春を感じて爽やかです。二人の母親の霊に対する深い愛情もいろいろな場面で感じられ、霊は複雑な生い立ちながらも幸せな環境で育ったのだと思いました。年上やいとこの潔さに比べ、霊の父親の十五にはちょっとがっかりしました。そしていとこと新一のよくわからない関係に、また過去の二の舞にならなければいいなと思いながら読みました。読後、霊と年上、いとこの少し不思議だけれど円満な親子関係の行く末や、霊や同級生たちの希望に満ちた明るい未来を推察していました。高校生の揺れ動く青春が描かれた、心が温かくなる余韻の残る物語です。今日が幸せな一日でありますように。